ルーフライニング不具合。BMW は2022年10月12日付で、BMW2 シリーズクーペ2021年8月18日、2022年5月31日製造。計395台のリコール、回収、無償修理を国土交通省に届け出た。国土交通省によると、ルーフライニングにおいて、 C ピラー固定用ホルダーの設計が不適切なため、ホルダーの固定が不十分の可能性がある。そのため、衝突事故などでサイドエアバッグが、作動した際にホルダーが外れ乗員が負傷する恐れがあるという、改善策として、全車両、ルーフライニングの、C ピラー固定用ホルダーをリベットで固定する。 ドイツ本国からの情報提供によりリコール届け出となった。なお、この不具合による事故の発生は確認されていない。